皆さんこんにちは。声優の花江夏樹です。さあ今日はですね、インサイドというゲームをプレイしていきたいんですけれども、前リトルナイトメアというゲームをやった時に、斉藤壮馬くんがね、インサイド、そしてこの会社が作ってるリンボというねゲームが好きだというふうに言っていたので、本当は壮馬と二人でやりたかったんですけど、プレイ済みだということで今回は一人でプレイしていきたいと思います。ちょっとホラーチックな、これも謎解き系なんですかね。じゃあ早速、わ、これはかなり雰囲気が最初からいいね。この男の子が主人公ですかね。ちょっと表情が見えない、なんか独特の姿をしてますけど、赤いトレーナーがよく似合ってるね。今パソコンでプレイしてるんですけど、矢印キーですね、方向キー、左右と上でジャンプか。はいはいはい、上でジャンプ。とりあえず今んとこなんか操作それだけっぽいな。これは何ですかね、森かな。ここつまずくから、これはこうか。ジャンプジャンプで。うわぁ、怖いよこれ。これ実際こんなとこに迷い込んだらさ、まあ迷い込んだかどうかはわからないですけど、なんだろうね、どっかから逃げてんのかな。あー、でもなんか有刺鉄線が。おお、くぐれる。はい、滑ってトラック。わら、人いる人。敵か。こう隠れる、隠れようとせずとも、このかがんでしまってるってことは、あいつらに見つかんない方がいいんだね。オッケーオッケー。これは確かにいいね。なんかこの動かして、この世界を動いてるだけでかなり楽しい。あー、いる。やばい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 、照らされてる。え、来るじゃん来るじゃん。待って待って待って、やばいよ。はい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 、これ音立てるとかあんのかな。これはもういいけんのか。これ、あ、別に音に反応するわけじゃないんだね。あのライトに照らされたらちょっとやばいんだ。だからなんか脱走してんのかな、この子は。ここがなんかの実験施設と見たよ。この冷蔵庫は特に触ることができない。壁際も特に、壁キックもできないね。なんかキーがあるのかな。ライトコントロールで掴む。あ、こうだ、こう。はい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 。で、ここに立てて、で、ここでジャンプと。あ、じゃあちょっとやっぱパズルだね、これね。頭使っていく系だ。任せてくださいよ。一人の時の方がやっぱり余計なこと考えないでいいからね。頭が冴えて、ゲームもうまく進む。って、ここは降りていいのかな？あ、滑れる。いいよ。で、こうジャンプ。うわ！ここどうすんだろう？あの箱か。これか。はい。あ、意外とちゃんと滑らせないといけないんだ。で、これを、これに乗って、いくと。あ、でも基本操作が簡単だから、いいね。うわー、あっちにもいる。わ、でもこの水の質感とか、綺麗だね。これもしかして見つかってんじゃねえ？やばいじゃねえ！やばいやばいやばい！やばいってやばいってやばいって！これまずいよ。犬犬犬犬犬。ちょ、あー！おお、ギリ危ねえ。うわー、こんなとこも走ってたら、このね年齢だったらもう嫌になっちゃうよね。心細くて心細くて。これいいの？並走していいの？今これ狙われてんのかな、もしかして。これもバレてる。やばい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 。ここです。おいおいおい、セーフ。いいよいいよ。これなかなか順調ですね、今のところ。こっからだからより複雑な、なんかその謎解きがね出てくるんだろうね。でもあいつら敵怖いんだよな、顔見えてないから。あ、なんか降りてる降りてる、車から降りてる。行っていいのかな。行っちゃうよ行っちゃうよ。これ照らされたらでもやばいんじゃないの。はぁ、やばい、見てる見てる見てる、見つかってる見つかってる見つかってる。やばい、逃げて逃げて。コワジャンコワジャン、やばい。ちょ待って、とんでもないよそれは。おい、マジか。これでも追われるのは確実に追われるんだ。じゃあそこでつまずかないように、これジャンプだろ。で、はいはいはい、走って走って走って。うわ、ちょっとアクション要素もあんのか。うわ、ここも、撃たれた。もしかしてですけど、消える？いや消えないな、これ無理だ。行くしかないな。これはでも絶対追われるイベントだ。あれ、上に登っていくのかな。これ上に行きましょう。じゃあこれ上に行ってみる。やばい、おわー、これダメなんだ。いや、ちょっと待って。この、ちょっとずつ行けば大丈夫説。あー、やっぱダメだ。飛ぶ。
大きく距離を取って。あ、はいはい、あー、まずまず、うわ、来てる来てる来てる、銃構えてるよ銃。あぶないあぶないあぶない。そうか、あそこちょっと待つんだ。よーし、これでオッケー。うわー、撃ってきてる。お前銃は反則だろ。いや、これ犬も来てるね。犬も来てるね。うわ、ここをつまずかないように気をつけて。犬早いって犬早いって犬早いって、うおー、危な。お、水の中だ。泳げるんだ。めちゃめちゃ殺意あるじゃん。あ、そういう系か。息あんのか。オッケーオッケー。あ、いけたみたいですね。はいはいはい。こっからだ。でもさ、ここ上行ったら照らされちゃうからダメだよね。いや、刺さってる。麻酔か。じゃあこれはやっぱちょっとうまく逃げないといけないと。あんま深く潜りすぎてもね、なんかその息のゲージとかもないから、今日体感だよね。あ、豚ちゃんが浮いてる。かわいそうに。でもなんかここもう施設から脱出したっぽいね。ここ行っていいのかな。はい、滑って。広いな。なんかこれ果たしてでもどっち側に向かってんだろうね。施設に戻ってるのか、それともなんか外に外にと逃げてってるのかわかんないね。うわー、めちゃくちゃ顔にバチバチ当たるな。いいよ、牧場。あ、だから豚いたんだ。へー、待って、ひよこ。へー、めちゃくちゃ近寄ってくるひよこが。へー、モテモテじゃん。いえ、さあ、こっからなんだ。うわ、豚めっちゃ死んでる。うわー、やば。こうなんかあったのかな。なんかその病気が蔓延してたりとかさ、そういう系かな。で、ここ行って、はい、うわー、ナイス着地、受け身。なんか電源入れんのか。ここだね。はいはいはい。あ、いいよ。はい、来た来た、かかったかかった。で、これをこうか。あ、掃除機。おー、この箱をさ、あれで落とすんじゃないの、勢いで。こっちなんかあんのかな。あ、こっちなんかある。お、外せる。あ、これなんかあれか。え、めちゃくちゃひよこいんじゃん。あ、分かっちゃったかも。ひよこだろ。ひよこ引き連れてって、で、機械に吸い込ませて、ひよこを弾丸と化して、で、ブロックを落とすと。あ、来た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 、かわいい。来い来い来い、来れるか。あ、来た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 、かわいい。じゃあちょっとひよこたち、ここで待機だ。来い。全然ダメじゃん。あと、ひよこをギリギリまでここに待機させて、で、ひよこに追いつかれないようにして、ひよこがここに来た時に一気に吸い込む。お、ひよこ、あー、すげえ。あ、マジで合ってんだこれ。やば、このゲームやば。発想がおかしいよ。ひよこを何だと思ってんだ。ひよこをこんな乱暴に扱うゲームがこのように存在するとはね、にわかに信じがたいけど、これが現実だ。あの豚に、いや、そこの豚に着陸。おいー、危ねえ。なんとかクッションになってくれた。で、これを移動させて、あ、楽しいなー。なんか俺パズル系結構好きなんだよね。で、ここ降り、ニョロニョロ、なんだこれ。え、気持ち悪い。チンアナゴだ。ミミズかこれ。でもミミズだ、肥料だねこれ。うわ、ぬかるんでる。あー、足がやばいやばい、足が取られる。うわ、まずい。これいけんのか、このまま。あ、金網を。おー、さあこのまま、うわー、ミミズというか、これ、ウジみたいなもん。寄生虫みたいな感じ、みたいな感じ、みたいな感じ。うわー、待って、うわっ、うわー、うわっ、待って待って待って、危ない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 。あ、これあれか、闘牛システムだ。これ、壁に激突させて、こうよ。はい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 、来た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 。行っちゃった？うわ、はい、よし。危ない危ない。で、こう、あ、ここ、あ、わかった、ここだ。関係ないか。あそこ乗れないのか。いや、ちょっとめちゃくちゃ迷惑だなお前。ここじゃないの。ここ行けないもんね。うわ、なんか奥にでも人いるよ。あれか、豚を引きずってくんのか。マジで、よいしょ。あーあー、プリッとした。プリッと、ちょちょ、来て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 、いいいいいい、大丈夫大丈夫、いいから、一回落ち着いてきて、一回大丈夫、一回の、急戦急戦。
ここ、いや、ここ、もうちょっと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 、そうそうそう、ここここここで、あの、私乗るから。なんだこれ、すごい、後ろの人たちが動いてる。あ、これ一回この門をコントロールを押すことによって、だから開かない、二人なら開けられる、4人か、4人がかりで行かなきゃいけないんだ。まずじゃあここでこの右の二人に掴ませた状態で、こっちには右に来てもらおう。で、これで上に、はい、来た。押すのかな、あ、押すんだね。え、ちょっとシュールだね。あ、引く、あ、引くでいけるね。はい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 、はい、よし。この工場もやばいね。あれ、働いてた人たちなのかな、これは。うん、どうやらダメっぽい。あ、これは普通に持ち上げられる。お、光だ。あー、外、あ、いいよ、明るさいいよ。これもクリアじゃねえか、希望の光さしてるし。うわ、なんだあれ、すごい、めちゃくちゃみんな首が斜めってるよ。徹夜で並んでんだろうな、あれ。よし、これは引くのか、あ、引かないね。押す、押して、あれを下げて、限界まで下げて、あれなら乗れるはず。はい、あ、いい、いいですね。これ特に揺れなくてもいいのか。この子すごい腕力あるね。これもサスケの最終ステージだもん、だってこのロープ。いいな、でも俺もちっちゃい頃はすごい運動神経あったんだけどね。今はもうね、やっぱその学生の時に早く動けてた自分をこう思い出しちゃって、そのギャップに動けなくなるよね。その体の衰えをこう認めたくない感じ。まあ全然運動してないですからね。もうこの軽快すぎて楽しい。そういう？これは？ああ、はい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 、まずちょっとこっちに向けといて、ちょっと一回上に上げてみますか、それでどうなるのか。あ、それであれか、戻ってくんだね。こっからまた飛べばいいんだ。これで努力しよう。オッケー、はい、楽しいぞ。次がこの金庫を落とす、落とす、落として何が出てくる。なんだ、おー、死んだ。絶妙なあれでやんなきゃいけないんだ。うおー、ダメね、この距離だったらギリ生きてる。あ、ダメなんだ。落として、ほほほほほーい、危ねー。よし、戻りましょう。じゃあちょっと降りますか。これ普通に降りていいのかな。お、なんかこれなんだ、いける。お、これ隠し要素じゃないか、もしかして。なんだこの部屋、何、ガンツ、ガンツじゃねこれ。実績ロック、左後方に取り残されて、あ、これやっぱ実績か、隠し部屋だねこれね。こういうのが存在するんだな。これもちょっとね、できるだけ見落とさずに行きたいですね。そして、あ、これ、うお、はい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 、でまた人出てくんだね。これ届くかな。あ、届く。さあ次出てくるのは誰なのか。お、鏡写しの、なんだ、あー、二人に踏ませんのか。あー、そういうことか。踏ませといて、これ開いて、で、このまま右にスライドしていけば、いけるんじゃない？あ、ダメだ。締め切ったらどうなんだろう。でも変わんないか。あ、あー、でも、こうだ。あー、なんだ、簡単だったね。深く考えすぎてたね。一回、ちゃんと戸締まりをすれば、なんてことなかったのか。でも電車とかもあるから、ここはなんだろうね。このさっき逃げてきた施設の一部なのか、それともまあ別のまた施設に移ってるのか。上りの、やばいよ、危ないよ、すごいな。サスケくんだね、サスケくん、完全にもパルクール上級者よ。こんなとこも怖くてさ、ほら、うっ、うわー、ギリ。まあでもちょっと明るさはあるからね。やっと、あっ、ちょ、間違えた、左。ここは一回止まって落ち着いて、はい、下。うわ、みんななんか同じ方向、すんごいみんな寝不足の状態で歩いてる。完全にもう寝てないねこれはね。もうネズミ見るとさ、リトルナイトメアでネズミね、衝撃的なあの展開だったからね、あれのイメージしかないな。わ、ここ飛び移れるのか、いける。ダメだね、これは。はしごをこっち側に、だね、行きまして、
こうか。ほお。まずいよこれ。一回ライト消した状態で行ってみるか。あ、でもそしたらあれかな、ここの電源が入ってないから開かないんだ。あれでも開けた。あ、ここあらかじめね開けといた方が良かったね絶対。でライトを多分この柱の陰に隠れながらかわしていくんだろうね。では行きます。うわうわ、これぎやばいやばい。はい、ここまずここ、うう。でこのライトとともに行って隠れる。はい、隠れて、あ、うわここ開けといてよかった、マジ危ない危ない危ない。よし行こう。冴えてるね。うわうわ、ちょっと暇、行くぜ。おお危ない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 。いやこれまたパキルしよう。いやうんこ、マジうんこ、あれは完全にうんち。いやーくー、ダメダメ。うおおお、待った、まずいよまずいよ。あ、ドローンドローン、あ、ちょ、フリして、フリして。おー、最近寝不足でして、あ、あ、そうなんだ、寝不足でして。やべ、めっちゃついてくる。うん、あ、肩こりもひどくてね。あー、実は毎日エナジードリンクもあのポカリで割って飲んでるんですよ。なんだ、いやあれ動き真似しなきゃいけないんだ。なんだこれ、グループ面接みたいな。うわー、行くよ行くよ、せーの、はい。うまくできたかな。芸術点どうだろう。もう一回行くよ、もう一回。はい。あー、ミスった。いいよ斜め入力は、上だけ、上だけ入力すればいいから。はいはい、いいよいいよいいよ。あ、5人1組ならね。はい、よし、左向いて右向けばいいだけだよね。左向いて右向く、はい、ターンだターン。1,2,3,4,5,6,7,8,9 歩。あぶねー、演じられたみたいだな。まあ一人だけ明らかに身長おかしいけどね。これいつまでこのふりしてなきゃいけないんだろう。うわ、もうゾンビじゃん。うわー、あれ絶対犬追ってくるよこれ、余計な動きしたら。待って待って待って、あ、さっきの犬だけは匂いを知ってるから。うわー、え、これゲームオーバー、まずくない。え、どうすりゃいいんだ。あの時逃げればよかったのか、もしかして。ダメだ、余計な動きしても殺されるし、まずいぞ。どうすればいいんだ。犬に吠えられたら逃げよう。どっちに逃げる。よし、逃げよ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 、よし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 、これはかなり早かったんだ。あーい、おいー、あぶねー、これかなり骨折レベルの打撲受けてるけどね、これね。やばいやばい、犬来てる犬来てる、怖い怖い怖い、この犬はマジでやばい。いやー、この犬はマジ変態。行くしかない、でもこれ無理じゃん、これ無理じゃない。うわー、だってどこだ。まずこうで、こう、あ、でもこれ別にそれいらなかったか。はい、こうで、これないね。よし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 、ざまあ見ろ。どうだ、悔しいか、この頭だけの僕にいいように翻弄されて。ほらほらほら、悔しかったら食べてみな。よし、上の人、上の人、いい押し具合ですね。よし、ついでに右端まで、ありがとう。では脱出、さらば。ここを一旦止めて、で、こっちに戻って、で、ここで、やばい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 。ここで一旦脱出して、で、箱をこのまま押して、で、スイッチで開けたら、ここに戻りの、さあ行きますよ。お、
めっちゃおしゃれな押し方してる。そんないいの？その押し方で。後ろ危なくない？大丈夫？足場不安定だけど。ここでも一回降りるっぽいな、なんか。あ、上になんか箱あるね。この上の箱は、あ、マジか。え、これさ、この人がさらにまたここで頭をやるの？うわー、出てきた。え、やばいじゃん、めちゃくちゃ。え、これどうなっちゃうの？あ、これもしかして、はい、すげー。え、めちゃくちゃすごくない？で、この人を、この人を下ろす。うわー、めちゃめちゃすごいじゃん、これギミック。うわー、今の結構天才的じゃない？発想が。で、うわー、下に人いますね。で、これで一回、これを、お、開けて、なんだこれ、水だ。じゃあちょっとちゃんと落ちれるように位置調整してから行くか。ど真ん中、ど真ん中よりこっちの方がいいね。こっちの方ちょっと開き気味だったもんね。さあ、では降りさせていただきます。これほんと果たして水かどうか怪しいけど、行きましょう。あ、だから、あー、待って、ちょ待って、どうやって降りるんだ。降りろ。降り方が分かんねえ。上か、上押しっぱだっけ。はい、上押しっぱ。降りれない。違うのか。じゃあなんか運んできたけど、なんだあれ、点検かな。おお、照らしてる照らしてる。うわ、怪しいぞと。いや、でもよし、降りるしかない。オッケー。うわ、水の中。